はい、これをダム式経営というふうに言うんですね。過去の埋め合わせもしくは未来の埋め合わせ、こんなふうにダムというものを自分の経営の中に持っておきながら、過去の分の帳尻合わせもしくは未来の分の埋め合わせって、これがダム式経営なんですよ。やってます？いえ、山下さん、僕去年儲かっちゃったからなんか高級車買っちゃったって。いや、いいのよ、いいんだけど気をつけてくださいよ。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農美事会を運営しています山下博之です。さあ、今日もですね、農作業しながらでも結構ですので、こちらの農を一緒に耕していきたいと思います。さあ、それでは本日のテーマはこちらになります。本日のテーマは、市場の相場が上がった時賢い農家はこう動くというような、今回は相場が上がった時の対処法、まあ、どんなふうに考え、どんなふうに行動するのかという、今回はですね、経営センスの話になります。経営センスね、まあ、いろんな話するなと思われてるかもしれませんけど、今回はセンスの話。なるほどと、市場相場が上がった時に、嬉しいですよね。まあ、1000円と思ってたのが1500円したり、2000円と思ってたのが2500円したりすると嬉しいじゃないですか。まあ、こういうふうに市場相場が上がった時に、まあ、賢い農家はどんなふうに対処していくのか、これ非常にね、役立つ情報ですし、逆に言うとここをね、見誤るとちょっとね、経営センスないなという感じになります。で、実際皆さんね、まあ、この動画がね、まあ、皆さんのところにお届けになる時にはもうちょっと落ち着いてると思いますけど、ちょっと最近ね、市場相場、これ野菜の話ですけど、ちょっとね、相場が高かったりとかしてませんでした？ね、特にね、まあ、白菜とかすごい値段がついてたりとかしてましたでしょう。で、そういった中で賢い農家はどんなふうな対応したのか、実は農美事会のメンバーに、まあ、白菜作ってらっしゃる方がいて、まあ、2通りの、まあ、賢い動きをされた、まあ、こういう事例をね、ちょっとぜひ皆さん方にね、お伝えしようかなというふうに思っています。で、結論言うとですね、まあ、結論というか内容ですけれども、これ2つあって、ダム式経営型と先行投資型っていう賢い動きをされたっていうことなんです。で、結果的に、まあ、その方々はやっぱり経営のセンスがあるなというふうに僕も思ったんですけど、今回ね、そのお話をね、ぜひ皆さん方にお届けしたいと思います。で、私もね、ずっと、まあ、このね、野菜をやっている中で相場っていうのはね、もう切っても切れない関係にありました。私もともとスイカ農家、まあ、スイカなんてね、まあ、なんてって言ったらあれだけど、ちょうどね、今の時期、3、4、5がもうメインで出荷する、割とね、九州熊本でスイカ作ってたので、夏ではなくて春出荷することによって、まあ、高い相場を、まあ、狙ってたって、これも、昭和もしくは平成の始まりぐらいの時まで、まあ、そういう経営をやってたわけなんですけれども、この時相場が高かったり安かったりする、まあ、これで我が家の1年分の売り上げを稼ぐわけですから、まあ、死活問題なんです。だからその時に相場が悪くて売り上げが低いと、もう1年中ちょっとチープな暮らしをしなきゃいけない。逆にその時に相場が高かったりすると豊かな暮らしができるっていう、非常にね、人生とか生活とか生き方とか考え方とか、テンションとかモチベーションとか、もう全て相場に左右される、まあ、そういう人生を、まあ、送ってきたわけです。まあ、もしかしたら皆さん方もそうかもしれません。うん、まあ、そのように我々は農産物の相場っていうのを切っても切れない関係にあるんですけれども、まあ、もう令和の時代ですよ。そんな昭和の時代の時みたいに乱高下する相場に振り回される、まあ、こういうのはね、もうやめにしましょうよっていうのが、まあ、今回の話なんですけれども、そもそも経営センス、うん、まあね、経営と営農は違うんだっていうことはね、まあ、他の動画でも散々お話してるので、まあ、そこは察してください。今回はこの経営をやっている中のこの経営センスの話なんですけれども、まあ、結論言うと、このね、ダム式経営やった方がいいよ、そして先行投資型がいいよ、特に相場が高い時、この相場が高い時にさあどう動くか、ここぜひね、皆さん方押さえておいてください。じゃあまずダム式経営からいきましょう。じゃあダム式経営、まあ、これどういうことかというと、まあ、好景気だからといって、まあ、例えば流れのままただ経営するんではなくて、景気が悪くなる時に備えて、まあ、資産を貯める、資本を貯める、お金を貯める、つまりダムに水を貯めておいて、うん、経営を安定させる、これがね、あの経営の神様松下幸之助さんが、まあ、提唱した経営の基本中の基本なんです。で、それを、まあ、私も尊敬している、稲盛、和夫さんは、ね、もうお亡くなりになられましたけど、京セラの創業者であり、あの JAL を復興させたあの経営者の方もこのダム式経営というのをね、まあ、さらにあの方はアメーバ経営というふうにまた発展させられたんですけれども、
この経営手腕で、まあ、あの大企業が成り立ったということになります。じゃあそのダム式経営をどんなふうに考えるのか、例えば今、まあ、あの農作業しながらでも結構ですけど、もしモニタータブレット見れる方はですね、この今もしこの青いところが通常の価格です。青いところが通常の価格なんですけども、このピンクオレンジ色のところがたまたま今相場がドーンと上がった、このピンク色のところですね、これたまたま相場が上がったところ、だからやったーお金取れたーって、だってもう倍ぐらい取れてるわけですから、いやもう今回もしかしたら3倍ぐらい取れてるかもしれない、もうこんないい話はないわけです。よし何買おうかな、車買おうかな、旅行買おうかな、家建てようかなって、まあ家建てれるかどうかは別問題ですけど、これねやっちゃうんですよ。だって嬉しいじゃないですか。今まで1000円と思ってたのが2000円、1000円と思ってたのが3000円するわけですから、買う嬉しいって思ってたのが1回市場に持っていったら10万円と思ってたのが30万だったりする。うわすげえって、もうこれもうワクワクが止まんない、ウハウハが止まんない、この時にさあ、あなたの経営センスが問われます、うん、これはそっか、いや今相場が高いのは今高いのであって、実は去年一昨年3年前4年前どうだったかなって一回冷静に考えてみましょう。そうなんです。いやいやいや山下さん、実はね今いいんだけど、去年も一昨年も3年前も4年前もこの時実はそんな取れてなかったんですよって、はい、この事実思い出してください。じゃあこの事実を思い出すと、あなんだ今ここでボンとこのピンク色の部分ねが取れたやったじゃなくて、実はこれって今まで取れてなかった分がまあ埋め合わせというか、うん、プラスされて今入ってきたんだな、つまり今まで本当はこのくらい、まあ、このくらいっていう表現ダメだな、仕事の作業しながら聞いてくださっている人に分かりにくいんで、まあ、今まで、1000円って思ってたのが本当は1200円欲しいと、1200円欲しいけどずっと1000円で甘んじてたところを、その200円ずつが本当は欲しかったわけですよ。だけどああ1000円で低迷してるなって言ってたのが今回ドーンとまとめて、もらえてるっていう過去の分が今帳尻合わせしてきたっていう、まあ考え方になるわけです。なんかちょっと言ってること伝わってます。いわゆる本当は今まで取れてなかったものの埋め合わせが今ドーンと、まあ、ボーナスとして、まあ、ボーナスというかまとまってやってきたんだって、こういう考え方ですね、うん、だからこれは決して、うん、まあいい話なんだけど、うん、まあまあ過去の分の埋め合わせなんだって思えば別にその浮かれる必要もなくても当たり前っちゃ当たり前なんですよ。ただこっから先なんですよ。じゃあその儲かった、プラスアルファのこのピンクの部分、まあまあ1000円のものが1200円で売れたっていうその200円の部分、まあ、今回1000円のものが2000円、1000円のものが3000円で売れた、その余剰分をさあどうしますか、使っちゃいますか。いやいいですよ、あなたのお金ですから使っていいんですけれども、そのお金を、そうそうダム式経営っていうのは今やっとダムが満タンになりましたってね、でもこの満タンになったところでじゃんじゃん使っちゃうとまた枯渇する可能性があるでしょ。ここでそうだそうだ、またもしかしたら来年再来年2年後3年後4年後ぐらいに同じように1200円で持ってたのが1000円、もしくは800円、もしかすると600円ってなるかもしれないという予測を立てた上で、そうそうその時に足らない分を補填していく、その分の補填していくために今のこの売上っていうものは取っておかなきゃいけないよって、はい、これをダム式経営というふうに言うんですね。過去の埋め合わせ、もしくは未来の埋め合わせ、こんなふうにダムというものを自分の経営の中に持っておきながら、過去の分の帳尻合わせ、もしくは未来の分の埋め合わせって、これがダム式経営なんですよ。やってます？山下さん僕去年儲かっちゃったからなんか高級車買っちゃったって、いやいいのよ、いいんだけど気をつけてくださいよ。そうやってさ、ね、畑田んぼにさメルセデスで行くのもかっこいいよ、かっこいいけどさ、まあ、別に車買うのがダメじゃない、僕も車でいい車にね乗りたかったから乗ってた時期もありましたけど、いやいやそんなことよりも経営を安定させる心のゆとり、精神的なゆとり、ね、この余裕を持つための今回の、相場が上がった時のこの売上っていうものは使おうじゃないかって、素晴らしい、賢いですね、そういう経営、そういう経営をやってください。じゃあ次いきますよ。じゃあ2つ目は何かって言ったら先行投資型。先行投資っていうのは何かというと、高値で今取引されてるんですよっていう時に、やった1000円のものが3000円なんだ、1000円のものが5000円なんだって言った時に、やった5000円だっていう考え方もあるんですが、あえてこの時に、すいません今なんか相場が上がって大変みたいですね、あうちですか、私はもう1200円で結構でございますので1200円で流通させますよ、どうせいずれ相場が落ち着くことを見通して、あらかじめ
安値で、まあ、安値って言ったって1200円で普通の値段で流してあげる、そして相手に先に得をさせてあげるっていう先行投資型、これ契約栽培とかやってるメンバーとかは、あの、いや山下さん今ね相場高いでしょ、今がチャンスなんですよ、この時に契約をじゃんじゃん今取っていってますと、ね、普通、ね、3000円5000円してる時に、あ、うちは結構でございます、1200円1500円で結構でございますって言ってやると、相手喜んでくれますよ、え、いいのって、うわ、そんな値段で今あのもらっていいのって喜んで契約してくれる。だけども結果相場というのは上がったり下がったりするのが常です。上がったものは下がります、下がったものは上がります。じゃあそこでどうするのかって言った時に、はい、私はこの値段で結構でございますよっていうふうに上がったり下がったりするのに、このポーンと一本この価格で結構でございますのこの赤いラインをスーッて提示してあげる。そしたら相手は喜ぶ。でもね、周りから言われる、お前バカじゃねえの、今一番に出したらね、何千円ってしているのにお前千いくらでやってるの、バカじゃねえのって思われるでしょ周りからは。いや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 、そっちの方が バカってしたらダメだね、そっちの方がちょっと、センスないよね。だってさ、今ね、もしあのタブレットを見れる方いらっしゃればあの見てほしいんだけど、上がったり下がったりするこの相場の杖の中で赤いラインをポーンと横に一本引いてご覧なさいよ。一見ここの三角のところは先行投資の部分で損していますよ。だってここの値段が取れてるわけです。ここのね、三角のトッペンの値段が取れてるわけですから、うわもったいないなと思うけど、見てください、どうせ値段は下がりますよ。値段が下がった時に、でも私は赤い値段で結構ですよって言ってごらんなさいよ。はい、ここの部分はずっと底値で行くんですよ、安値で行くんですよ。ここで回収するんですよ、まあ、ここでっていうか次の回収のこの青いの下の三角向いてるところで回収するわけです。これが先行投資型ビジネスなんですよ、ね、こうやって絵で見ると分かりやすいでしょ、ね、まあ、すみませんね、あの作業しながら聞かれてる方はちょっと、分かりにくかったかもしれませんけど、これもしね落ち着いた時にこの動画をねちょっと、タブレットで見てください。つまりこの先行投資型っていうのはやっぱ賢いですね。なかなかでもこれねやれないの。人間の心理としたら今欲しい、今のお金が欲しいって思ってやったーって言ってか そばにわーって食いつく、ね、で僕もね正直ねあのこんなこと言ってるけど、僕もねあのお金儲かったらおー飲みに行こうぜってわーって散財してた。もうすぐ金使っちゃってた。だってもう嬉しいもんだからさ、うん、で同時に相場が上がったりすると、契約栽培なんてバカバカしいよってもう一番にドーンって流してた。でもそういうことやってたって結局は安定しないんですよね、安定しない。さあ今回はですね、この今相場が上がった時に賢い農家はこう動くということで、ダム式経営と先行投資型というふうなお話をさせていただきました。さあ皆さんどうです、相場が高い時に嬉しいですよね、あれ買いたいこれ買いたい買いたいってなりますよね。違うんですよ、そこをぐっとこらえて、お金を貯めて、未来に備えるダムを作る、もしくはいやいや違うんだよというふうに先行投資型で契約をバンバン取っていく、これがですね賢いんですよ。まあ嬉しいですね、私のまあうちのね伸び次会のメンバーにはこういう賢い農業者がねいてくれるっていうのが非常に嬉しいし、まあそういう方が事例を発表してくれることによって他の仲間はそうなんだって言って真似する、そうやって我々は一緒にこうねあの成長していく、そして底上げしていく、そしてみんなで、やっぱ賢い経営ね、あのスマートな農業経営をやって、そして余裕のあるね農業経営者になる、ここがね我々の目指すところなんですね。はい、ということで、まあね、ノービジセミナーはいつもやってます、まあ、こういった話をね、みんなでねワイワイガヤガヤやりながらみんなでレベルを上げていこうというのがノービジ会です。まだねご登録いただいてない方はぜひねご登録ください。そして4月ね、この農業ビジネスのね最強の農業ビジネスモデルをねお伝えします。ぜひね、こちら、ノービジオンラインで検索してみてください。そして、農業ウィークね、今年5月の23日にあの登壇しますので、もしね九州に来られる方、もしくは九州での方でね、いつも山下さん動画見てますよって言ったらね、ぜひ来てください。あのちょっと握手しかできませんけれどもね、あの声かけてください。それでできればあのこんなことやってるんですよと情報を教えてください。ここでもねお待ちされます。はい、ということでね、今回ね、まあ僕も今ね相場がちょっと高かったっていう話を踏まえて、賢い農家さんの、やり方っていうのをね皆さん方にちょっと共有させていただきました。はい、ということでね、今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。